主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。私も頑張るね。エリコにお任せ。あなた様のために隙だらけ。飛んでけー。邪魔です。受けてみろ。消えなさい。進めー。あなた様のために隙だらけ。飛んでけー。私に任せて。みんなを癒して。ありがとね。お任せください。光のご加護。助かった。それどう見ります。覚悟はいいですわね。デッドリーパリッシュ。よくやったね。失礼。えきゅっ。星に願いを。シューティングスター。キラー。邪魔ですね。クライマックスだ。この手で守る。インフェルノシール。負けられない。それ消えなさい。わホームリム。デッドリーパニッシュ。お任せください。光のご加護。クラウダよ。失礼だらけ。私に任せて。みんなを癒して。飛んでけー。星に願いを。シューティングスター。主様の勝利でございます。主様のために。正義のために。主様のために。飛んでけ。受けてみろ。邪魔です。悪く思うな。さあ、行こうか。どうだ。お任せください。光のご加護。私に任せて。みんなを癒して。消えなさい。ホームリー。デッドリーパニッシュ。はあ。それえい。食らうがいい。誰も死なせはしない。星に願いを。シューティングスター。この手で守る。インフェルノシール。飛んでけー。やっ。受けてみろ。来ない。お任せください。光のご加護。失礼。とりゃ。この勝利はあなた様に捧げますわ。
ために飛んでけ。失礼。悪く思うな。おりゃ邪魔です。負けられないんだ。さあ行こうか。この手で守る。インフェルノシールド。負けられない。お待ちください。光のご加護。止まって。ホームにレッドリーパニッシュ。クラウダに消えなさい。いよいよです。あなたお待たせください。光のご加護。好きだ。星に願いを。シューティングスター。失礼。はあ。受けてみろ。条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。切り刻みますわ。頑張るね。受けたと。負けられない。失礼。悪く思うな。邪魔です。クラウダに共に参りましょう。さあこの手で守る。インフェルノシールド。レッドリーパニッシュ。止まって。受けてみろ。こらえて。私に任せて。みんなを癒して。お待ちください。光のご加護。えい。星に願いを。シューティングスター。消えなさい。負けられないんだ。とりゃ好きだらけ。いよいよ。あなた様に飛んだら飛んでけ。失礼。レッドリーパニッシュ。お任せください。光のご加護。この手で守る。インフェルノシールド。いや邪魔です。悪く思う。星に願いを。シューティングスター。嬉しそうに見えない？気のせいだろ。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。切り刻みますわ。正義のために。あなた様に負けられないんだ。邪魔です。はあ。どうだ。悪く思うな。消えなさい。負けられないんだ。飛んでけ。進め。クラウドお任せください。光のご加護。隙だらけ。止まって。星に願いを。シューティングスター。ホームにレッドリーパニッシュ。来ないで。受けてみろ。私に任せて。みんなを癒して。もう終わりだよね。この手で守る。インフェルノシールド。好きだらけ。邪魔です。さらにお任せください。光のご加護。星に願いを。シューティングスター。悪く思うな。忘れません。クラウダに好きだらけ。この手で守る。インフェルノシールド。受けてみろ。うん、とってもいい感じ。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。お任せ。あなた様のために飛んでけ。
失礼。受けてみろ。やっ、えっ、悪く思うな。この調子です。あなたの痛みだらけ、こう見ます。デッドリーパニッシュ食らうがいい。お任せください。光のご加護。邪魔です。受けてみろ。消えなさい。負けられないんだ。飛んでけ。邪魔者はすべて消し、この手で守る。インフェルノシールド、星に願いを。シューティングスター、お任せください。光のご加護。私に任せて。みんなを癒して。止まって。オーミル、デッドリーパニッシュ失礼。はあ、邪魔です。主様の勝利でございます。これました。ですが、あれこそが依頼にあったこの付近で暴れている山賊とやらの正体でしょう。ギルド管理協会から依頼された山賊退治はあいつを倒せば達成っていうわけね。ふーむ、それにしてもあのオーク、何か他の個体とは違うものを感じますね。見た目だけでなく覇気のような、数々の戦いをくぐり抜けてきた戦士のようです。ここは油断せずに参りましょう。えい、クラウダイ、この手で守る。インフェルノシールド、星に願いを。シューティングスター、止まって、受けてみろ。はあ、それ全力全開、プリンセスストライク。えい、私に任せて。みんなを癒して。とりゃん、スピードを任せてください。光のご加護。飛んでけ。悪く思うな。でへん、この手で守る。インフェルノシールド、負けられないんだ。いやー、解消解消、軽く殲滅でしたね。何が軽くよ、あんた強烈なの一発もらってたじゃない。殴られて記憶までおかしくなったわけ。まさかキャルちゃんに心配していただけるなんて、私感激です。この思い出を
一生胸に留めておきますね。もうあんたそのポジティブ加減をなんとかしないと、いつか絶対身を滅ぼすわ。この勝利を主様に捧げます。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張り。この剣を振らずに済む世の中。クリスティーナ、ただいま帰参した。出迎えてくれ、盛大に。クリスティーナ、あなたという人は一体何を考えている。陰謀を巡らせ、カオンのギルドハウスを吸収するとは、道理に戻る悪行だ。それが騎士のやることか。おや、いきなり喧嘩腰なのはいただけないな。お帰りなさいぐらい言ってくれ、ともちゃん。それにこれが騎士のやることさ。世間知らずのお嬢ちゃん、騎士だなんだと格好をつけてみても、所詮は血まみれのならず者に過ぎない。あなたがそんな風に堕落しているから、我らナイトメアの評判も地に落ちているんだ。あなたに誇りはないのか。そう興奮するな、鬱陶しい。いつもは軽口を叩いて余裕ぶっているだろう。そっちの方が愛らしいぞ。根は真面目なんだな。やけどしてしまいそうだよ。いいな、庶民の出である貴様はそういう風に誇り高く振る舞うことで、ごっこ遊びじみた騎士らしさを演じることで劣等感を克服しているのか。私を解釈するな、クリスティーナ。口の聞き方には気をつけろ、小娘。今日は楽しい経験ができたし、このままいい気分のまま寝てしまいたいんだ。そこそこ疲れているしな。貴様とじゃれ合う元気がない。明日にでもまた相手をしてやるから、今日はお家に帰ってママの手料理でも食べて寝ろ。子供扱いするな。ジュンさんからも何か言ってやってください。団長、あんたも私を蛮行を繰り返す愚か者として糾弾するか。貴様の処遇は陛下が差配する軍法会議によって決められる。私には貴様を裁く権利はない。貴様は陛下の密命を帯びて行動しているらしいな。貴様もまた操り人形だ。それを自覚して納得しているならば、私から言うことは何もない。だがその立場に貴様が苦しんでいるなら、助けてやりたいとは思っている。お優しいことで、私は単に平和に飽き飽きしているだけさ。今回の件で火種は負けたし、とりあえずは満足だ。あとはどれだけ燃え広がるか。おっと、
のんきにおしゃべりしている暇はなさそうだな。ご歓談中失礼いたします。陛下がお呼びです。クリスティーナ副団長、至急謁見の間にお越しください。了解。陛下に呼び出されては無視もできん。一体何の用だろうな。ご褒美でもくれるのかな。存じ上げません。用向きについては陛下に直接お尋ねください。ふふん、貴様キャルとか言ったか。貴様もビーストだろう。その耳に尻尾。今回の一件について貴様も何か思うところがあるのではないかな。いいぞ、思いっきりメンバしてくれても。同胞たるビーストたちを襲った両替者としてな。貴様と遊ぶのもなかなか楽しそうだ。私は単なる伝令役です。絡まないでいただけると幸いです。それに私も陛下もこの国のビーストたちとは関わりがありませんから。じゃあ貴様らは一体何なのだろうな。おい団長、それに友のお嬢ちゃん、貴様らは不自然だとは思わないのか。ランドソルの王族は歴史的にビーストたちとは犬猿の仲だ。血生臭い対立と闘争を繰り広げてきた。最近は休戦状態ではあったがな。だがそんな我らの親玉たる陛下もその腹心たるキャルもビーストだ。これは変ではないか。私はね、どうも釈然としないんだよ。もしかしたら私たちは全員あの陛下に一杯食わされているのかもしれないぞ。口が過ぎます。クリスティーナ副団長、不敬罪に問われますよ。それよりもお急ぎください。陛下を待たせてはなりません。ああいいとも。手を引いてエスコートしておくれ、愛らしいお嬢ちゃん。ジュンさん、どう思います？とりあえずあんまりギスギスしないでほしいなと思った。クリスチャ、クリスティーナ副団長とお前の馬が合わないのもわかる。仲良くしろと無理強いはしないが、一応仲間なのだからもう少し理解する努力もしてあげてほしい。あいつもあれでなかなか難しい立場なんだ。まあ努力はしますけど、それよりも気になることがあって。あの伝令役キャルとか言いましたか。一体何者なんですかね。いつの間にか陛下の駒使いとして働いていたようですけど。どうにも不可解だな。私も先ほど副団長が言及するまで何も変だとは思わなかった。すんなり受け入れていた。かなり不自然な存在だというのに、そもそも確かに妙だ。どうして歴史的に対立しているはずのビーストが我らの長として君臨している。矛盾している気がする。論理の整合性が取れていない。喋るのは苦手だ。うまく説明できないが、どうも心というか認識が書き換えられているような、得体の知れない違和感がある。ともちゃん、私には王宮の守りの要としてここに鎮座している義務がある。自由には動けん。だから私の代わりにお前にはいろいろと調査などをしてほしい。この違和感、そして今回の騒動、全てが巨大な陰謀の一環かもしれないぞ。どうも思った以上に根が深そうだ。慎重に丁寧に解きほぐして真相をつまびらかにする必要がある。私が動ければいいのだが、肩書きが足かせになっている。だからお前に頼む。危険かもしれないが他に方策がない。
構いませんよ。信頼されているようで光栄でもあります。ちょっと心当たりもありますし、あちこち探ってみます。危険はもともと承知の上ですしね。命を捨ててでも国難を廃し、王家の敵を成敗する、それが我らナイトメアの使命でしょ。うむ、すべては我らの信じる正義のために。もう一度君とつながる物語、子供たちの未来は血で汚させないんだから。また会ったわね。ようこそ幕愛の物語へ。あんたと私の束の間の逢瀬を楽しみましょう。しかしまあ、今回も見事な巻き込まれっぷりだったわね。あんたのいるところに騒動あり。ほんと主人公って大変ね。ともあれ、今回はクリスティーナちゃん大暴れって感じだったけど。まあ彼女が悪目立ちするのも仕方ないのよ。あれもこの世界におけるかなりの重要人物だから。あんたと同じようにね。そういう重要人物がいるところでは物語は激しく揺れ動く。あんたは今回その大きな文脈に、運命の流れに巻き込まれちゃったわけね。何にせよ今回あんたが体験した出来事はギルドという概念を理解してないと分かりづらかったと思うわ。他の誰かがもう説明してると思うから、詳しく知りたい場合はいろんな思い出を反芻してみて。まあ今回も私が簡単に概要だけ教えとくけど、あんたたちが暮らしているランドソルという町では、全ての住民がギルドと呼ばれる集団に所属することを義務付けられてる。これは戸籍みたいなのも兼ねてて、ギルドに所属してないと住民として認められない。様々な福利厚生などの公共のサービスを受けられなくなるわ。就職なんかにも不利ね。まああくまでランドソルの中でのみ流通してる概念だから、よそから来た旅人なんかは特例で免除されることもあるけど、あくまでも今のあんたの物語はランドソルを中心にして展開してるから、ギルドというものは決して無視できないはずよ。そしてこの国は代々王族が統治する中央集権型の政治が行われてるわ。そんな支配者たる王族が居住してるのが王宮って呼ばれる建物ね。そのために王族、
この国を支配する者たちを指して王宮って呼称することも多いわ。そんな王宮直轄のギルドをプリンセスナイトって呼ぶのよ。各種の省庁、警察や消防、裁判所、その他もろもろ公的な役割を果たしている機関は全てプリンセスナイトね。まあ本当にお役所ぐらいの意味よ。あんたたちを襲撃してきたクリスティーナちゃんが所属しているのもプリンセスナイト傘下のギルド、ナイトメアよ。王宮直属の軍事力そのもの、警察や軍隊の役目を担ってるギルドね。この世界では長く平和な時代が続いてるから予算が削減されて弱体化してるみたいだけど、それでもナイトメアは公的なお役所でこの国の正義そのものよ。あんたたちはなぜかそんな連中に目をつけられちゃったわけ。まあ今回はクリスティーナちゃんの独断っぽかったけど、警察に睨まれて犯罪者扱いされたようなものよ。当面の危険は去ったけど結構やばい状況かもしれないわ。事後処理の仕方を間違えると詰むわよ。相手は腐ってもこの国の警察、公的機関であるプリンセスナイトなんだからね。プリンセスナイトっていう言葉そのものもよく覚えていてね。ほら、世界の謎の鍵を握ってるムイミちゃんがその言葉に強く反応してたでしょ。あんたは忘れちゃってるだろうけど、それはとても重要な名前なのよ。ともあれ、長い一日がようやく終わって、これからあんたは安全な場所で身を休めることができるわ。サレンディア救護院っていう、これからあんたが生活の場にすることになる場所でね。あんたが今日ずっと一緒にいたスズメちゃんの所属してるギルドの拠点よ。スズメちゃんのご主人様サレンちゃんがあんたたちのことも保護してくれるわけ。今日はそのまま彼女の元に身を寄せて夜を明かすことになる。ひとまず安心してあったかいベッドでゆっくり眠りなさいって言ってあげたいけど、あっちゃん、どうもまだ長い一日は終わりそうにないみたい。あんたの元に邪悪な影が忍び寄ってる。まだ油断せずに身構えておきなさい。残念ながらヒーローに休息はないみたいだからね。この剣を振らずに済む世の中、この剣を振らずに、どんな強敵が相手であろう、たとえ炎に包まれた戦場でも助けを呼ぶ声がある限り私はその地へと赴こう。私が戦っている時、君の視線を背中に感じると心が安らぐんだ。私は団長として人々の安息は守らねばならないが、君だけは優先して守ってしまいそうだ。